しかしよ、昨日は不思議だったな。なんか急に意識がなくなってよ、気がついたら国本相手は変なばあさんが暴れてるわ。何があったんだ？あんたは知らなくてもいいと思うぜ。世の中には知らなくていいこともあるもんだ。あ、ちょっと失礼。お、はい、もしもし。おお、お前さんか。昨日はよくやってくれたみたいだな。またあんたか。こっちは大変な目にあったんだぞ。まあまあ、ところで前に行ったその町で起きている不穏な動きについては分かった。え、その町で若い女性ばかりを狙った殺人が多発しているようじゃ。うちの町で殺人？確かに最近行方不明者が多いって。しかも殺されているのは黒髪ボブの女性ばかりだそうだ。黒髪ボブ？一体なんで？その理由は定かではないが、我がスピードワゴン財団の掴んだ情報によると、殺しをしているのはスタンド使いで間違いない。なるほど。お前さんに頼みたいのはそいつを倒すこと。そして妙な形をした弓と矢を回収してほしいんだ。弓と矢？一体なんでそんなもの？まあ詳しくは知らんくていい。とりあえず弓と矢を見つけたら最優先で回収してくれ。それじゃあよろしく頼んだぞ。おい、ちょっとあんた！まったく人の話を聞かないやつだ。すいません。突然なんですが、質問したいんですが、東大医学部、どう思いますか？え？いや、だから東大医学部ですよ。東大医学部。ここだけの話なんですけどね。私、東大医学部を卒業しておりまして、今は脳外科医なんですけどね。はあ。僕が在学した時はそれはもう頭良かったんですけどね。今はこれですよ。見てください。これベストメッドスクールって言って世界の医学部ランキングなんですけど、見てください、これ84位ですよ。84位。いやー、これはあまりにもひどい。いやでも84位だったら頭いいんじゃ。まあ確かに84位だと頭悪いかな。そうですよね、やっぱり東大学部頭悪いですよね。あなたなら分かってくれると思いました。あ、ほら電車来ましたよ。ほら乗りましょう。東大学部頭悪くないですか？東大学部頭悪くないですか？頭悪くないですか？頭悪くないですか？あのスター何なんだ、さっきからよ。東大学部頭悪くないかって乗客に聞きまくってるけどよ。さあな。でもよ、東大学部っつったら日本で一番頭良くねえと入るねんじゃねえのか。なのに頭悪いとか。すいません。突然ですが質問させてください。東大医学部頭悪くないですか？おめえ何言ってんだよ、頭いいに決まってんじゃねえか。あれで頭悪かったら日本人全員頭悪いっていうことになっちゃうじゃねえかよ。そういうことだ。おい、何やってんだよあんた。何もぶん殴るこっちはないぜ。なんだ、お前もやるのか、城ヶ崎二郎。お前、なんで俺の名前を知ってるんだ？そりゃ、あの方に言われてるからね。城ヶ崎二郎、殺せって。何？まあ、私にとってお前の命なんか大して重要じゃないんだけど、重要なのはお前が私の望む答えを出せるかどうかだ。もう一度お前に聞く。東大医学部頭悪くないか？頭悪いのはてめえの方だろ。ああ。いきなりわけわかんねえこと聞いてきて、自分が気に食わない意見を言われたらぶん殴るだ。そりゃ世間ではクズって言うんだよ。お前今私が頭悪いって言ったのか？お前は正しい根拠を言え。まったく今日も平穏じゃねえぜ、シンデレラボーイ。おれ、早い、こいつのスタンド思ってたより強い。ハードじゃねえか。強い強いな、お前のスタンド。ああ痛い。だがな、
私のスタンドはもっと強い。お前のスタンドよりもっと強いんだ。気づかないかい、その腕。はい、な、なに、なんだこれ。こいつはまるで女の子に腕枕をさせて寝た後、朝起きて血管の中の血が止まっちまって腕の感覚がなくなっちまった時、そんな感じだぜ。見えたか、城ヶ崎次郎、我がスタンドドライフラワーの攻撃が。攻撃？まさかさっき俺がラッシュを打ち込んでた時に。実は私2週間前大きな手術で大失敗をしてしまいましてね。もちろん脳の手術ですから失敗は許されますね。それで私は子供のように、ああどうしよう、ああどうしようと絶望していました。その時突然矢に射抜かれたんですよ。そうしたら私の絶望に呼応するようにこのスタンド能力が発現したんですよ。こいつは一体どんな能力だ。腕が全く動かない。なぜだ、外傷は全くないのに。待てよ、脳外科医、まさかお前のスタンド能力は神経を切断する能力。ご名答、我がスタンドドライフラワーの能力は攻撃した箇所の神経を切断したり結合する能力。あなたのシンデレラボーイは近距離パワー型、スピードとパワーは相当なものでしょうけど、ご自慢の腕が使えなければラッシュどころかシャツのボタンだって止めることはできない。確かに聞いただけでゾッとするスタンドだがよ、今の一瞬で俺の寮の腕を切らなかったことがお前の運の尽きだぜ。あれ、お前頭悪くないか。うわぁ、なぜ私が両腕を切断しなかったって？そりゃあなたの腕一本一本で私の能力それぞれを説明するためですよ。言ったでしょ、神経を自由に切断して結合できるんですよ。先ほどあなたの左腕の神経をちょいと反対向きに結合させてもらいました。つまり今のあなたはスーパードンキーコング3の逆さまパイプラインみたいに操作が反転しちまってるってわけなんですよ。くそ、あれ、おっとっと、今のパンチ先ほどのパンチの2割程度しか出せてないですね。そりゃそうですよね、普段感覚で動かしてるものは頭を使って動かさなければいけないわけですから。まああなたのような頭の悪い人にはいい体操になりますね。城ヶ崎次郎、お前にもうなすすべはない。ダメだ、こいつのスタンド強すぎる。さあとどめだ、城ヶ崎次郎、死ねー。まずい、やられる。やれやれ、大阪から東京に旅行しに来たらまさかこんなことに巻き込まれちまうなんてな。まさか俺と同じような能力を持ってる奴が2人もいるなんてな。東京はやっぱすげえぜ。なんだお前、まさか城ヶ崎の仲間か。俺か、俺は通りすがりのスタンド使いだ。さっきからずっと見させてもらったが、おっさん、お前の方がどうやら悪役っぽいからな、一発きついのを見舞いさせてもらったぜ。悪役っぽい？お前も頭悪くないか？全く論理的じゃない！なんでお前が正しいんだ！正しい根拠を言え！遅い、遅すぎるぞ！うおぉ！ありがとう。
おかげで助かったよ。いいってことよ。くそ、おのれこの私が、この頭いい私が、お前らみたいなゲロカスどもに負けるなんてありえない。こいつ、まだこうなったらあれを使って、さらなるフォーアップを。お前頭悪い、東大学は頭悪い。うわくそ、まさか。おい待て、こいつは交渉、もしかしてあいつの。おい、これなんだ、弓と矢みたいなもんがあるぞ。なんだこれ、まるで RPG に出てくる魔法の弓矢って感じだぜ。いてぇ、切っちまったぜ。まるで矢が意志を持って切れかかってきたような感じだったぜ。おい、お前なんともないのか。言われてみれば体内からエネルギーが湧き上がってくるみたいな感じだ。これは、悪い、ただの特大の兵だった。何紛らわしいことしてんだ。ああごめんごめん、ちょっとさつまいも食べ過ぎちゃったんだ。ふん、危なかったな、あと少しで俺の正体が。交渉が。まあいい、あんなカスどもの一人や二人、この私の無敵のスタンドチキチキバンバンにはかなわないのだからな。いやしかしこの間不思議だったな。なんか急に意識がなくなってよ。急に意識がなくなってるしよ。なんだっけ意識がなんだっけ。アルメンじゃねえのか。なのに頭悪いとか。頭悪いとか。すいません。あ、なんか速度落ちた。うん、ね、それ行き過ぎ、そういうことじゃない。向くスピードじゃない。分かった。あ、いいっすね、ちょっと引いてもらってます。なんか入ったな。ハグワーみたいな。ハグワーハグワー。ゲロ首曲げなくていいよ。ムスカよぎっちゃった。ムスカよ。